Hazard 6. Something doesn't feel right. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日も、Biohazard 6。チェン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 。をやりながら、人生相談やっていきましょう。あ？何してんの、俺。どこに爆弾仕掛けてんの？やっちまったな。セットしたかっただけなんですけど、とりあえずピョンと行きましょうか。はい、ということでね、シモンズ、これは2戦目というべきなのかな、3戦目というべきなのかな、なんかね、あのビーストとなんかケンタウルスで、ね、今回ダイナソーになるからね、まあ3戦目っちゃ3戦目になるのかな。はい、ということでね、今日も早速元気よく人生相談乗っていきましょう。元気なかったからね、元気やって100倍パンパンパーンでいきましょう。ということで失礼。社会人3年目です。仕事が忙しく、休みの日はぐったりして何もする気が起きません。だからお金を使うこともなくたまる一方なんですが、こんなにお金があっても使うことなんてないし、でもあったらあったでいいとも思うし、結局のところ生活は困っていないんですが、この頃豊かな人生何って思うようになりました。ブルホスさんはどんな人生が豊かだと思いますか？ありがとうございます。人生豊かさね、大きくは4つかと思ってます。人間関係、1つ目人間関係、2つ目お金、3つ目時間、4つ目健康っていうところですね。だからお金があっても忙しく働いてて、時間が自分の時間が全くないとか、それから人間関係ズブズブで家族もないがしろ、友達もいませんと、そしてさらに不健康ですってなったら、不幸ですし、人間関係はいいけれども、やっぱりお金がなくていつもなんか無心しているような状態とかね、それから友達たくさんいるけど、それによって時間がいっぱい取られすぎてしまっているから、結局自分の時間が全然持てないっていうのも不幸だったりします。やっぱり健康がないと、なんて言うんだろうな、医療の発達のおかげでね、人生100年時代みたいなことも言われたりとかしますから、そういうのを考えたときに、やっぱりどれだけね、長く、仮に100歳で死にますってなったときに、70歳まで健康でいるのか、それとも80歳まで健康でいるのか、90歳までいるのかって言ったら、残りの30年、20年、10年っていうのがだいぶ大きく変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。だからそれを考えると、やっぱり健康というのは欠かせないと。だから適度に、遊ぶ、その人間関係っていうのも、なんか脳科学だったかな、何科学だったか忘れたけど、150人以上のその知り合いとかっていう、その親密なな関係性と、適度な関係性すべて含めて150人くらいがキャパなんで、だいたいね、両手くらいの人数と常に遊べるような関係性の人たちが結べてれば OK っていうような感じなんで、そのくらいの人数でちっぽくなったんで、いやーお前の息子っていう感じなんで、人間関係も10人、15人くらいで十分ですよと。で、かつね、お金も、何度もね、僕の動画の中で話してますけど、結局、いるお金ってどのくらいなのっていうことを、きちんと、把握した上で、このくらい稼げれば OK と。で、これ以上のお金が、例えば仮に手に入ったとしたら、ちょっと何か別のね、余暇に使ってみるくらいの、感覚でいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、その上で、仕事に当てる時間をどのくらい、余暇に当てる時間をどのくらい、いわゆるプライベートで家族と過ごすとか、一人の時間を過ごすとかっていうので、どのくらいあったら自分は満足できるのかで、どのくらいの時間があったらやりたいと思っているようなこととか、使いたいなと思っている時間に当てることができるのかっていうのを、しっかりと炙り出すっていうことが大事になってくるかなっていうふうに思うんですよね。それがだから、1日1時間あれば十分だっていう人もいれば、やっぱり、仕事の時間でね、1日に10時間、12時間も取られるよりも、同じ時間をよく他に当てたいですっていう人もいるかと思いますので、世の中には仕事人間と呼ばれるような人たちもいますから、救世主登場、メセナってやつですね、メセナの人、救世主なんか違うと思います。シモンズが吠えてます、あれでもなんかこんな簡単にポポポって進むようなあれだったっけな、なんかもうちょっと苦労してる気がするけど、いきなり食われたけど、ね、で時間も大事ですよ。で、健康っていうのも、なんか僕普段その筋トレみたいなことを言ってますけど、別に筋トレじゃなくって、下半身を鍛えておいた方が長期的に見た時にはいいっていう話は当然あるんですけど、それだけじゃなくって、シンプルに、なんか日常生活を送るのに困らない程度の、体を動かす、ウォーキングだったりとかね、エクササイズ、ストレッチとか、そのくらいやってれば十分なんじゃないかなっていうふうに思いますので、そういったところでバランスよくね、人間関係、普段
段付き合う友達の関係とか、まあ、これ職場とかね家族間も大事だったりしますからね。あの友達がいくら良くても長く時間を過ごすであろう仕事においてなんか嫌な上司とかね嫌な同僚とかもくっさーいおっさんとかが一緒にいるとかだったら、まあ、不幸っちゃ不幸なんで、まあ、そうはならないように、まあ、いい人間関係を築くっていうのが大事ですと。 で自分が使いたいなとこのくらいあれば十分だなっていうお金を稼ぐ手段を手に入れておく、そして自分が使いたいなって思う時間のバランスっていうのを整えておくっていうことと、それから日常生活を過ごす上で、十分な健康状態を保つっていうことが大事なんですかな。まあ、そこでやっぱ健康に絡んでくるんですけど、そこで言うなら、まあ、やっぱりある程度食事っていうのも大事になってくるんじゃないかなって思うんですね。まあ、ただご質問者さんに関してはお金は使ってないと、余ってます、溜まってますっていうことなんで、お金使って時間を買うみたいなことやってもいいんじゃないですかね。例えば、その、仕事が忙しくて休みの日ぐったりしてますっていうことだったら、まあ普段その仕事で、してるってことは、まあまあ仕事の時間はね、結構ゴリゴリあると思うんですね。だった時に、休みの日をするときになんかどっか出かけるってなったら、電車みたいに、こうなんか来る時間が固定されているとか、行き先が固定されているっていうものじゃなくて、思い切ってタクシーを使って、自分の行きたい場所に、時間短縮で行くとかね、そういう使い方をしてみたらいいと思いますし、それから、じゃあ、健康になるために、いい食事で、ちょっと高級な食事を、食材とか買って食べてみたりとか、それから、ちょっと器具に使ってみたりとかってね、なんか思い切って子供、お金をね、使ってみるっていうことで、まあ、経験してみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、とはいえ僕が思う人生の豊かさっていうのが結局人間関係、お金、時間、健康っていうところなんで、そろそろ終わらないといけないし、つもりがうえいって痛い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 振ります。うわーい、なんだ、何が起こってるかよくわかんない、あー、よしっていうような感じなんで、うん、まあそうじゃないなって思ったら逆にこれ僕のその意見を反面教師にご自身の豊かさっていうものを探してもらえたらいいかな。あー、また食われた、美味しくいただかれてます、レオン。多分ね、頭はねレモンパイ味。ちょっと次の質問読む暇がないな、どうしよう。とりあえずこいつを倒さなきゃいけないんだけど、ちょっと飲んだコーヒーが変なとこに詰まって咳が出そうとか咳出てるし、いやー、もうごめんなさい、ちょっと目まぐるしいですね。ねコントローラーじゃなくてマウスで操作するとなんか360度固定カメラなんでガン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 回っちゃうんですよね。だからすごい見づらいと思うんですけど、それはちょっと勘弁っていう。うわ、飛んでる、すげえ。あ、そうそう、エイダ編でやるときこいつ飛ぶんですよね、めちゃくちゃね。エイダ編でやってるとき結構退屈っすよ。知事何スライディングしてんの。あー、未だに操作になれない。これね、レオン編はまだぶっちゃけ難易度は低い方だと思うんですよね。なんですけど、こっからクリス編とかね、ジェイク編ってね、ジュアボがメインになってくるんですけど、ゾンビって意外と体力ポコッやられるんですけど、なんか知らない間にやられるんですけど、なんかジュアボって変異した時に、お前体力どうなってんのくらいね、急にね、なんか、100しかなかった体力がなんか500とか1000くらいになってるような体力とかもあったりするんで、お、このショットガン優秀だよね。普通ショットガンって散弾銃だから近い敵じゃないとダメージ与えられないけど、今ボーンって撃ったらなんか背中当たってたよね、これね。ところで、さっきからショットガンの弾いっぱい落ちてるんだけど、どっかで拾えないのか、どこかで。よいしょ。よし。よし。あれ？ないな。ショットガンの、こういう時に限ってショットガン拾えないんだね。あ、背中、あ、終わった。あっけねー。じゃあ、倒れたところを隙突いて、これすぐまた次の、戦いが起こるんで、今のうちにね、次読みたいと思います。はい。今の生活に漠然とした不満がありごめんなさい、今の生活に漠然とした不満があるんですが、何が不満なのか明確にこれと言ってあるわけではありません。ただなんとなく我慢をしてストレスを感じて悶々としているので、何か打開策みたいなものがあれば教えてほしいです。はい、あー、なんかわかるな。なんかね、不満があるというよりは、多分ね、それね、不安があるんだと思うんですよ。不満と不安って何、どう違うかっていうと、不満っていうのは今のストレスなんですよ。で、不安は将来に対するストレスなんですけど、不満があったら分かってます。何かっていうと、例えば、上司がうるさいとか、家族関係が良くないとか、なんか給料が少ないとか、仕事量が多すぎるとか、勉強がうざいとかっていうので、何かしら分かってます。ところが、それが一体何なのかっていうのが分かってないっていうことは、それは不安、将来に対して思っていることになりますので、それは、多分ね、不満じゃなくて不安だと思いますね。で、
じゃあそのそういうまあ定義はどうでもいいとして、そういう話があった上で、じゃあストレスの原因っていうのは一体何なのっていうところですね。でそれがなんでストレスなのっていうことを、あのでどういう場面でそれを感じるのか、例えば寝て夜一人で寝ている時に、なんかちょっと将来のことを考えた時に不安で寝れなくなるとかね、うん、っていう、これはストレスですよね、うん、とか。なんか別にこれといって上司が苦手っていうわけではないんですけど、あの仕事の話をとかをしているとなんかノルマとかそういうのが頭をちらついてしまってちょっと嫌だなっていう気分になっちゃうとかっていうんで、そのストレスの原因は一体何なのっていう、なんか仕事の話をしている時とか、それがなんでストレスなのっていうと、ノルマっていうのがやっぱりきついからそれを達成できるかどうかが不安なんですと。それどういう場面でストレスなので上司にその話を振られた時って、それをほっといてるのはなぜっていうと、やっぱりあのボーナス査定でお金に関わってくるから、あのそのお金が稼げなかったらどうしようとかね、その将来お金がないことであの子供が育てられなかったりとか、結婚が先のに伸びてしまったりとかっていうのでいろいろ不安があったらどうしようみたいなね、まあ、いろんなところで掘り下げていくと、あのストレスの原因は一体何なのか、でそれがなんでストレスだと感じるのか、でそのストレスっていうのはどういう場面で訪れるものなのか、それをなんでほっといてるのっていうね、でほっとくとどういうことがあって、解決するとどういういいことが起こるのかっていう、そういうのを一個一個ね掘り下げていくっていうことが大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからこれをね、結構ね、そのまあ、書かれている通りで、明確にこれといってあるわけではないっていうことを言ってるので、まずは明確にしましょうと。あの不満とか不満じゃない、不安が来るのが一体どういう場面なのかっていうのをちゃんと明確にした方がいいです。それがあのできないとずっと悶々しっぱなしになっちゃうんで、それはね、あのはっきりとこれです、あれですっていうのをね、こういう状況です、こういうああいう状況ですっていうのをやった方がいいと思いますね。でここなんか後ろからゾンビがウェーって降ってくるんですけど、あのゾンビが降ってない限り別にあのシモンズを攻撃したところでね、あの勝手にヘレナが倒してくれるんで、まあ、ヘレナとレーダーがね、あの NPC が倒してくれるんで、特段やることがなくて暇っていうね、うん、そんな感じなんですけど、まあまあいいや、まだかな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 、テレ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 、よし、パンチ、ふい、あ、やばい、これ落としたんじゃないか、やっぱりバイバイ。さて、じゃあ次の質問に行きたいところなんですが、これ終わったかな、あ、でももう、あ、終わったね。よし、じゃあ、これまたクリックしてるだけなんで、カチャ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 言ってるだけなんで、次行きたいと思います。はい、人生100年時代と言われている中で、長いのか短いのかわからないんですが、確かに。自分がそんな年数をかけてこう行きたいと思う、こう行きたいですねと思う理想像みたいなものが浮かびません。どうしたら自分の生き方を見つけられますかということですね。はい、ありがとうございます。これは僕もそうだな、なんかその5年10年くらいのスパンだったら、なんかこんな風に行きたいなとか、このくらい稼げたらいいなとか、こんなあの過ごし方ができたらいいなっていうのはなんかあったりするんですけど、確かに100年まで100歳まで生きるっていうことを考えると、まあで多分今、ね、おいくつか分からない、20歳なのか30なのか40なのか分からないんですけど、まあ、そこまで過ごしてきたとしたら、多分そこまでの年数っていうのはすごい短く感じたと思うんですけど、でも100年ってなんとなく想像つかないですよね。なんかこれ僕今もうすぐ30ですけど、これあと3倍、 3.2、3倍かってなったら、なんか結構長いとも感じますし、でも意外と30手前にして30歳にたどり着くまでなんかあっちゅう間だったなって思ったりするので、長いか短いかって分かんないですよね。でそんな長いか短いかも分からないっていうスパンの中で、なんだろうな、あのどういう人生を歩んでいったら自分は幸せになれるんだろうかっていう、その漠然としたものっていうのはやっぱり恐怖ではありますよね。だって100年の時間をかけてこうなろうって決めたら意外と短くって終わっちゃったら、なんかあ、わしの人生何も達成することができないまま終わるんじゃって、なんかすごいね、あの棺桶に入るときに後悔しますし、逆に早すぎて残りまだあと10年あるとかね、30年あるってなったときに、これあと残り10年どうやって生きようとか、30年どうやって生きようってなったらね、まあそこまでの年齢になってきたら、まあなんだかんだでね、下の子がね助けてくれたりするんじゃないかなっていうふうに思います。関係を築いておくとかね、周りとの人間関係を築いておくっていうのが大事だったりするんですけど、まあ、1個目の質問で出たように、もし行きたいの理想像の話じゃなくて、ごめんなさい申し訳ないんですけど、人間関係の話したんですけど、あのね、あのライフシフトっていう、ライフシフトっていうあの本の中で、人生の前半でお金稼ぎましょうみたいな、それはすげえ大事だっていう話なんですけど、人生の後半の方で
人間関係を大事にした方がいいですよっていうのが書かれているので、まあまずはだからあのや理想の人生を生きるかどうかっていうのを見つけるのも大事なんですけど、長く生きるっていうことを考えた時にまずはあのしっかりとね人生あじゃなくて、豊かに過ごしていくためにこそ人間関係っていうのを大事にしていくっていうのがまず大事ですね。それがないとやっぱり豊かな人生ってあの送りにくいっていうか送るの難しかったりすると思うんです。バイバイと思います。で、はい、ということですね。で、あとはなかなかその自分自身のそのなんだろうな経験とか知識とかの中であのこう過ごしたいなああ過ごしたいなっていうのこう行きたいなっていう理想像が浮かばないと見つけることができないということであれば、憧れる生き方をしている人を見つけてまずはその人の生き方とかまああのなんだろう生き方とか話し方とか仕草身振り手振りとかっていうのをあの真似してみられるっていうのはいいかなっていうふうには思いますね。だから初めのうちはそれを真似することによっていいなって思うことがたくさん出てくると思うんですよ。ところがあの所詮は何て言うんだろうなあの他人の言ってかわすのがなんか下手くそだな、とっさのねアクションボタンっていうのがなかなか押せなくなってくるところがあって、まあまあそれはいいとして、で、まあ、初めのうちはねその人の人生とか生き方とかすごいいいなって思うことって多分あると思うんですけど、長く生きていくうちに倒れるっていうのはどうなってるの、スタミナ切る、スタミナ切る、全然倒れねえなこいつ。まあいいや、ゾンちゃん、ほいよし、オッケー、日本強い、デレン、あ、ごめんなさい、話がそれた。所詮はね、あの憧れの人の人生とかって言ったっていうのはあるけど、結局は他人の人生なんで、どこかでね、なんか違うなーってね、違和感を覚えるっていう瞬間は出てくると思います。だからそこで初めて、ここまでこういう知識とか経験とかを得てきた上で、じゃあ自分なりの、その、行ってみたいって人生どんなものなのかなっていうのをあの考えてみるっていうのはいいと思いますね。で、なんでかっていうと、なんかね、こう行きたいとか、あー、終わっちゃったよ。こう行きたいとかっていうものをあのね何もスタートせずに走り出せないでいると、結局なんか気づいてみればなんかあのここまで人生過ごしてきたけど、なんか何も振り返ってみて自分がこうやりたかったなとかこんな風に生きてみたかったなっていうものが実現できないまま来ちゃったなっていうような状態になっちゃうんですよ。僕正直あの大学時代はすごく良かったんですけど、なんか社会人になってからもなんかこれっていうなんかね経験体験っていうのがあの特に仕事の中では、ね、見つけられてないっていうのがねすごいね損した10年を過ごしてる思ってるんですよ。この中でも空白の10年って言ってるんですけど、っていうような状態になっちゃうんですよね。もちろんプライベートものすごく充実してます。あの嫁さんできて子供ができてっていうで、あの嫁さんと一緒に過ごしてとかね、子供と今ポヨポヨしたりとかっていうのはすっごい楽しいんですよ。もうこの時間がめちゃくちゃ今愛おしくて、そのためにもあの仕事行って帰ってきてって、で帰ってきてから娘と遊ぶ、嫁さんといそいそとゲームをするとかっていうのはすっごく楽しいんですよ。で、なんですけどやっぱり仕事っていうのがあの人生の中で比重を大きく占めてくる部分になりますから、それを考えるとなんかまだまだちょっと自分が理想としているものっていうのは何なのかなっていうのをこう考えて悶々としてるっていう日々なので、僕の中での理想っていうのは林修先生とかそれから大悟さんみたいなね、自分が持っている知識とかをそのひけらかすとかっていうわけじゃなくって、人の人生に影響を与えるようにこう与えていくっていうようなことを仕事としてやっていきたいなっていうのがあるんですよね。今単に営業なんで物というかまあサービスを売っているだけのものなんで、なかなか知識を披露する機会とかってないんですけどね、まあ、別にあの知識を披露するとかってわけじゃなくて、知識を使って人の役に立ちたいっていうのがあの僕の目標としているところにはなってくるんで、そこがまだまだちょっと足りないなっていうところではありますね。はい、ちょっと20分過ぎるな、これ間違いなくな、次またあのスコーピオン指紋とかなかなか次進まないな。まあいいや、っていうところなんですよね。だからね、だから大吾さんなんかね、本当にすごく羨ましいな。だってあの仕事さえしていれば、その自分の得意分野をきちんと生かすこともできますし、かつ人から感謝されることもありますし、で、なんなら場所とか時間とか問わないじゃないですか。海外からでも発信ができるんで。僕は、海外旅行とかすごく好きなんで、その行き先からあのライブを通して、まあ、画面通して見てくれるっていうような人たちと一緒になんか同じ時間を過ごしてっていうのをやったりしたいです。
ですけど、ね、まあ、まだライブ配信とかねやったことがないんで、これからなんかあのそういうのやり方もね友達とかに聞いたりしながら勉強しなきゃいけないなと思うんですけど、お前の墓はここだ、残念ながらここじゃないんだな、なんかねちょっとお近い近い近い、臭い臭い臭い、これはどうしたらいいか、とりあえずじゃあとりあえず死にたい、何伸びてきた、伸びた、いた、あーここ届くのね、じゃあもうちょっと離れた方がいいかな、ゾンビが暴れてるな、うらってとこなので、まあだからあのどうしてもね自分の知識経験とか体験とかね、あの考えとかからでこうなりたいなりたいっていうのがあの浮かばないっていうことであれば、あのそこはねあの、まあ、まずはこういう人の生き方ってかっこいいだとか憧れるなっていうものがあるかと思いますね、それをねあの模倣してみられるっていうところから始めていただいたかなっていうふうに思いますね。死なねえっていうのハンドガンから作ると、まあもうね、あのネタバレするとね、まあ、もう今更ねこのYouTube 見てる人で、あのバイオ6見たことない人しかいないと思いますんで、あの言っとくと、もうね、ラスボスになりますから、あ、終わったっぽいね。じゃあ、ゾンビにむしゃむしゃされている間に、ちょっとね、もう20分を過ぎたところになりますんで、一旦ここでね、ハートを切りたいと思います。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。